粗品です。せいやです。うっ。視聴者質問コーナーたくさん届いております。はい。なんでしょうね。中国ネームフロランタン。はい。今度、阿佐ヶ谷姉妹さんの日常がドラマ化されそうですが、霜降り明星のお二人の人生がもしドラマ化や映画化されることになったら、自分役を演じてほしい役者さんはいますか？自分役？主人公。おー、なるほど。霜降り明星をドラマ化するっていうことですか？そうやな。おー。まあ、俺、西田敏行さんですね、やっぱり。年寄り、まあ、やっぱ憧れなんで。お前をやる。俺をやる。西田敏行さんに、やっぱ、負けてもプロやってほしいですね。あの動き。あ、漫才はあの動きやってほしいね。あー、木村さんかな。木村さん？木村さん？あ、木村拓哉さん。木村拓哉さん。木村拓哉さん。いやその、してもらおう。木村拓哉さんのこと、木村さんって言ってる。木村さんかな。いや、そう、違う人やと思って振ったら、本人やな。木村拓哉さん。うん、まあ、小栗旬さん。いや、ちょっと変な感じになるやろ、その、小栗旬さんの子で。いや、小栗旬さんとか木村拓哉さんとかやったら変な感じになるよ。いやいや、全員変な感じになるよ、お前。いや、全然。いや、2枚目じゃないよ、まず。2枚目よ。俺なんいや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 、その、ミスター遅れ師匠とかにやってもらえあ、そ俺そんな細い？いや、そうよ。まだ細いよ。メガネ取って遅れ師匠が。俺細いまだ。もう遅れ師匠がメガネ取って。まあ、だからせいやさんが西田敏行さんがやって、はい。ってなると、このせいやの周りの人間もまた配役決まってきますから。あの、妹とか。はぁ、あ、なるほどね。ね、その妹も来るでしょ、そら。せいやさんの妹。伊藤沙莉さん、うん、あのオズワルドの伊藤の妹、はいはいはい、めっちゃ好きやねん伊藤に言うけど今度今度伊藤に言うけどめっちゃええな、もう何がいいってやっぱねなんか普段のオズワルドの YouTube とかで見んねんけどそうなんめっちゃいいな出てきはんの、まあ、ドッキリとかで前出てた、めっちゃいいもう伊藤もう後輩の妹やから何とも言われんけどマジ言うわ、今度。最高やん。伊藤沙莉さん。何が好きなんですか、沙莉さん。いや、もう演技も最高やし、なんか、こう、なんやろうな、このスタンスもめっちゃいいね。やっぱ芸人ぐらい、この視野も広いし、考え方も広いというか、うん、の好きな女優さん、だから伊藤沙莉さんにやってほしいね、妹。それはなんか、わからんけど、将来の奥さん役とかじゃなくて、ええの、伊藤沙莉さん。あ、将来の奥さんまで行くんやん。霜降り明星のドラマ。行くね。行くんや。いや、伊藤沙莉さん、ちょっともう伊藤に言うわ、今度。どんだけ好きか。100% 伝わるやろ、伊藤に言ったら。伝わるな。すごいわ。言ってたよって言ってくれるめっちゃ好き。そうなんそう。まあ、俺の好きな、ずっと言ってる NHK のこれは経費で落ちませんにも出てるんですけど。これ NHK なの？あれ NHK です。そうなんそうです。めっちゃええわ。伊藤沙莉さん。いい。が妹。妹。いい、ね。じゃあ、妹二人おるんですけど、二人やってほしいもん。沙莉さんが、うん、あの、エディ・マーフィーみたいに。何役も。お母さんも伊藤沙莉さん、おばあちゃんも伊藤沙莉さん。その、ナッティ・プロフェッサーみたいな。まあ、それが好きな女優さんにやってもらうのはええな、確かに。うん、伊藤沙莉さんええなぁ。喋り方とかトーンとか、あの、ハスキーな感じとかさ。喜びはるんちゃう、それは。後輩の妹ってもう信じられへん、マジで。年下ですか？いや。年下やね。へぇ。ショックやわななんか。伊藤もでもよう言われてるやろうなそうやね。それ嫌やねん。そうやろ。だから俺の好きな女優さんで別に伊藤と関係ない。伊藤がおるからなんか好きみたいな、ね、好きって言ってるみたいな。違うのよ、伊藤。ほんまにただただ好きな伊藤沙莉さんという女優がいいわなるほどねうんそれはいいことや妹いいね俺妹なんかな出たまあだから俺の彼女役はい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 もうだから俺が小栗旬アイナプーでいいかなんでやねんなんか来てるつだけアイナプーでいいかあいつ変な跳ね方してるから今その51回とか出て意味のことなんだ俺方してるなんだあの人
アイナップ。アイナップかわいいやん。意味わからん。お前好きそうやけど。アイナップとかイカちゃんとか。そっちちゃうの？イカちゃん。エナコ。エナコ。エナコさん。エナコさん。エナコさんにやってほしい。下心満載のキャスティングだな。エナコさん。エナコさん。もう今すごいからね、エナコさん。年収5000万。言ってたもん。えなこさんえな5000万でえっくいで5000万なんかあんなに年で稼げたらそのな、うん、貯金もさすがにえなこさんたまるよな。ええー、わー年5000万ええなえなこさんえなえなこさんで母ちゃんが俺母ちゃんも好きやから母ちゃんは誰やろな母ちゃんそう誰やろな前の母ちゃん、そうか翼かな。若いね。え、若い時の再現じゃなくて、今若いね。今ママやしちゃうと、まあ、そうですか。いやいや、瀬戸内寂聴さんだって。なんで？美輪明宏さん。いや、そうです。いい意味わからん。なんで？再現やね。再現。ほんまあんな感じ。どこかね。あったことあるやろ。えあんな感じちゃうよ。寂聴さんぐらいの感じやったけどな。伊藤沙莉さんやな。俺はお母さんおばあちゃん全部。なんでなん。親父は？親父な。誰にしようかな俺おとん。おとんはね。でマジでマジでミスター遅れしようかもしれない。なんで？いやほんまにおとんもめっちゃ細い小柄で。あの具志堅さんかな。なんで憧れてるから意味やから俺のおとん具志堅に憧れてあの大阪出てきました、ね、全部間違えてる具志堅に憧れて大阪出てくる東京東京国沖縄沖縄やな。なぜか大阪に出てきました、うん、具志堅さん目指して愛媛からでも小日向さんとかねどうしよう父ちゃんおもろいやな自分の父ちゃんあーええー、な小日向さんええで小日向さんええな小日向さん渋いもんないいね確かに皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。